福岡女子商業高等学校は福岡県中川市辺縄北一丁目にある私立の女子商業高等学校。2017年3月31日までは中川町立で町村立の高等学校は北海道以外では唯一の存在であった。町では人件費や老朽化した校舎の改築費用等の問題から本校を学校法人へ移管して 私立学校化を目指すことになり、2014年9月25日の中川町議会定例会で関連議案を可決、成立した。2015年1月29日に移管先として横浜市の八州学園を選定し、2016年7月29日に行われた福岡県私立学校審議会で認可については首相なしとの答申が出されたため、 2017年4月1日付で私立に移行した。移行後も当面公明、設置学科はそのままとなる。シングルタイプまたはダブルタイプの紺のブレザー、白ブラウスにリボン、またはネクタイ。ボトムスはスカートのほかズボンも洗濯可能。食堂も設置。全校生徒によって毎年2日間行われる販売実習。 来場者数が1万人超えることもあり、売り上げは1000万円を超えることもある。様々な企業から商品を仕入れ、店長、仕入れ部長、経理部長、広報部長などいろいろな役回りを行いながら、実習を行うことが特徴。店舗販売実習の名称。企画から仕入れ、販売までを生徒のみで行い、地元、中川町の特産品であるヤーコンや、 他県の高校生手作りの商品などを販売する。女子小マルシェに比べると規模が小さい。最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路、ABC かつの明流、福岡女子小校、発州学園に遺憾中川町。毎日新聞と道府県立高等学校の調律文校としては他に、福岡県立倉手高等学校倉手調律、法召館がある。 勝野明流中川町立福岡女子商工、16年から、私立会、町長、経営維持が困難。毎日新聞、勝野明流福岡女子商工、私立遺憾三議案、中川町議会が可決。毎日新聞 AB、福岡女子商工、遺憾先は、八州学園中川町が選定。西日本新聞、 福岡県私立学校審議会議事録、福岡県幼稚園、小、中、高等学校等設置廃止等一覧福岡県、企画調整課、2017年9月6日閲覧。ありがとうございます。